はい、メチです。はい、メチです。今から、朝めっちゃくそ早いねんけど、並びに行きたいと思います。めちゃくそ暑い。しんどい。その前に、チャンネル登録、高評価の方も、よろしくお願いします。はい、もうすぐ、オレンジストリート、近くに、近づいてきました。楽しみです。楽しみです。チャンネルです。メチ今並び終わって番号取れました。番号取れたぞ、番号取れたぞ。めっちゃ興奮してる。すっげえ嬉しい。めっちゃ並び多い。めちゃくそ並び多くて、めっちゃな、もう疲れた、汗出た。もう汗だくじじいやで、ほんま汗だく番長。ほんまにやばかったなこれ。こんなな、この並びを初めて、この並びは何周回るねんっていうぐらいの並びで、びっくりこいた。びっくり、こんな人おんねんなって。すごかった。なんとも言えへん。今もうゆっくりしてんねんけど、いやー、これな、どうしたらいいんかな、もう。これほんまにな、疲れすぎて。しかも、まだ今何時やな ?8 時ぐらいか。今8時ぐらいやと思うねんけど、11時まで待たなあかんねんな。入店が。入店は11時やから、その前に番号の発表あるんかな。あるやんな、多分な。いやもうそれドキドキしてんねん。どうなるんやろって。何番取れんねん。もうちょっとな、もうのんびり待つわ。のんびりな、時間、暇でな。一人やねんけど暇やねん。でも動画撮ったり、いろいろしていこうかな思ってる。そんな感じです。そんな感じ。現場から以上ですって感じやかな、俺。待っとるぞ、わしは。A 番号出ること待っとるぞ。外でひたすら待っとるぞ。うい。はい、今日のコーデは、これ、シップさんの T シャツ。名前何やったっけ、何やったっけ。これと、ネメス。ネメスと、靴。一番気に入っている。今一番気に入っている、このコンバース。めっちゃ気に入ってます。ええやろ。もう、腹減ってな。腹減って、昨日の晩食ってなかったな。仕事遅くて。ようやく昨日の昼ぶりの飯をな。朝一買ったんや、これ。急いでな。大きなおむすび。和風ツナマヨネーズ。こだわり卵のマヨネーズしようって。高いな。おにぎり高い。もう、腹はな、減っては戦はできぬって感じやから、今町やからな。ちょっともう気合い入れて。炭水化物取って、エネルギーつけようと思う。頑張るで。まだ結果まだかよ。待ってるといい。今日はめっちゃ暑くてな、日差し強いと思ったから、もうこうな、長袖着てんねんけど、めっちゃ暑い。暑い。暑い。なんとも言えへん。こういう時な、どうしたらいいねんな、と思った。ほんでそこでな、俺な、これ見てほしいねんけど、これ持ってきたんよ。ちょ、見して。ちょ、見したい。あるかな、ちょっと待ってや。ちょ待ってよ。これ。これあって。家にこれあって。これええな。めっちゃ涼しい。並びには絶対いいと思う。これ助かった。はい。9時半なっても来ないねんな、これ。大概9時半頃来えへん?番号。来ないね。で、この時はもう10時くらいやったんかな。10時前くらいやって。まだ来ねえ、まだ来ねえってなってて。ほんで途中のもうエラーなりやして。403エラーやで。エラーなったで。これ、どうなんやろ、これ。俺、
どうなってんの、俺だけ俺だけと思ってな、もうすっげえ不安でな、いても立ってもおられるなって。ほんでな、やーっとな番号出たわーと思って、やっと出たわーって、わての番号どれやどれやどれやって思ったけど、なんかな下の方までこう行くねんけど、なんか途中切れてるような感じになってくんねんな、なんか下まで行こう思ってんのに、いやこれなどうなんねんと思って、最後まで行かへんねん、なんか行かへんねんな、あれ俺ないでないで、俺の番号ないんやけど、どうすんねんどうすんねんと思った。お腹すいたんで、これ食べる、これ大好きやねん、これ大好きやねん、めっちゃおすすめ、大好きやねん、これ食べていい、腹減った、腹立ちすぎた、腹立ってきた、もう早く来いよって感じ、今から食べる。んで、11時のオンラインチャレンジはあかんかってな、うわーって、ほんで店舗の状況もこれどうなるかわからん状態やってんな。もうその時な、12時前ぐらいかな、何時ぐらいかな、リスがぐわー来てんよ。これ行ったれ行ったれと思ってな、行ったれ、店舗もどうなるかわからんが行ったれと思って頑張ってんよ。これこそ、あかんかってな、あかんかってんの、今見ててあかんかって、何回もやってよ、何回もリスと声のやってやってよ、何回もやってよ。で、それでも何回も来てるけど、全然拾えず。もう、ほんまリストックって難しいな。はい、番号が配布されたので、調べたいと思います。ちょっとこれ見るのやっぱ大変やな。ちょっと、あれで調べよう。どれやったっけな。ページ内検索で、803。こい！あれ、1803ちゃうねや。803やってん。サーチ、803やねん。え、出てこへん。え、803どこなんこれ。あ、ページ検索出てこへんで、千何ぼってなんだで。803。803。どこあんねん。もうな、焦ってな。見てたんやけど。え、下の方かこれ。死んだんてきた。803。803どこおる、どこおる、うわ結構ケツかこれ。これどれぐらいや、あったけど、あったけど何番目ぐらいなんこれ。え、何番号、これいけるかな、待っていいんかなこれ、何番目ぐらい、ちょっと待って、一番上が結構上やな、上から行って、だいぶ下の、さらに下やねんな。下で、下で、え、これ、どういけんのこれ。いけんのこれ。もう分からなったやんか。え、これ、これあかんかな。だいぶ下やで。ここやで、803。厳しいかもわからん、これ。ケツからの方が近いような気がする。どうやろう、やばいなこれ。いやちょっと不安になってきた。え、これあんまいい番号じゃないかもわからん、これあかんかもかな、どうしよう。な感じで、な感じで並び、わての夏終了って感じ。わての夏終了した。はぁ、辛かったな。だけどな、もうな、もう一日おったって感じ、ほんまに。だからな、いろんな人が連絡くれて、励ましてくれたり、もうめっちゃ嬉しかった。もうほんまそれがな、めちゃくちゃ嬉しかった。みんなとりあえず、乾杯。お疲れ。お疲れな。もう汗だく。汗だくやで。なんともならん。あれやもん。めっちゃ人形な。片目取れたもん。片目取れたでよ。暑すぎてな。ほんで今日誰かに会うかなと思ってて、結局はあれやねん、奇跡の出会いがあったんよ。御堂筋沿い歩いてたんよ。歩いとったらメッツさんって聞こえんよ。メッツさんって言って、バイク乗った人がメッツさんって言って、こっちに来んよ。ドゥワーって言ってな、メッツさん、メッツさん、僕です、僕ですって言って、ほんだらいつもコメントくださる視聴者の人やってん。めっちゃ感動した。
めっちゃ感動した。嬉しかった。嬉しかった。ほんで俺昨日の夜あの夜鍋して作ったやつがあんのよ。これ作ってきたんよ。これあったら渡そう思ってな。これ今日限定のドンフライステッカー、あの日付間違えたんやけどドンフライステッカー作ってたんよ。うん、この後ろにな、いつもありがとうって書いとったんや、汚い字でな。これな、渡そう思って唯一その人に渡せた、唯一その人に渡せた。どんぐらいステッカーな、作ってきたけど1枚しか配られんかったわ。こんだけ作ったのに、しかも日付間違えてるけどこの日のためやで。ほんまに夜だべして、もうそれがすごいんだ。なんかもう何もな、サーバーダウンしたりでな、なんともなんかったな。ほんまサーバーダウンがきつかった。ほんまにあれはな、もうどうしたらいいか、帰るべきなんか帰ったらあかんのか、もうそれがすごい悩んでな。だから俺は諦めへんと思って、うん、諦めへんと思ってずっと待ってた。だけどあかんかったな、あの番号はきつすぎるわ。もうケツから数えた方が近いような番号やったもん。もうな、もうフラフラしてるわ。ほんま熱中症に気をつけてください。ほんまに私ちょっとほんまちょっと熱中症っぽいかもかな、しんどい。ほんまに、皆さん、あのいろいろ教えてくれたり助けてくれた人、皆さんありがとうございました。本当にめっちゃ感謝。はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ラメルチワテには縁がなかったわ。めっちゃ感謝、ありがとうみんなって言いつつ、ワテまだ待ってるんだよな、待ってるんだよな。だけどな、まだしたやね、まだしたやね、まだしたやね、まだまだしたやね、多分まだまだしたやね。これどこあんねん、俺の番号どこあんねん、そんなレベル、ここあんねん。厳しいよなこれ、厳しいよなこれ。そんな言いながらワテまだ待ってるんだよな。ワテまだ待ってるんだよな。無理やろな、どうなんかな、そんな言いながらワテ待ってるんだよな。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もやっているので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。メッチ頑張りますのでよろしくお願いします。メッチ